好き。自然に囲まれた那須塩原市、こちらからは馬術をご紹介します。夢を感動を、感動を未来へ。お願いします。はい、よろしくお願いします。改めて競技の説明の方お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。この馬術競技はですね、大きく分けまして、馬のダンス、綺麗な規定の決まった動きをするかと、お馬さんが人間の指示通り規定通りの動きをするかという馬のダンスと言われる馬場馬術採点競技と、障害馬術といって設置された障害物をどれだけ一つも落とさずに、そしてどれだけ早く、タイム勝負なんですね、早く帰れるかで競う、そういう競技があります。みんな当たり前のように飛んでますけれども、でも結構信頼関係がないと本当に怖いんですよ。それは信頼関係っていうのはお馬さんと人間のです。乗ってるのはね、私 の、 妻で、2018年には全日本チャンピオンになってます、平田志乃と言って、で2019年にワールドカップファイナルにアジア人の女性として初めてファイナルラウンド決勝に進んだ、世界24位になった、はい、女性ですので。すごい。じゃあ乗りましょうか。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと早速体験してみたいと思います。じゃあ失礼しますね。1,2 の3で右足を向こうに行きます。わかりました。じゃあ行きますよ。 1,2 の 3、 よっこいしょ。オッケーです。高い。初めて乗られる方だと、もうまたがっただけで目線が高くなるので、うん、それだけで、あ、怖いって思っちゃう方の方がやっぱ多いですね。確かに。そしたら動きますね。はい、おおおおおおよ、どういう動きになってるんですか。これなんか愛情もいっぱい感じて、優しさとか温かさとかぬくもりとか、気持ちいい。サービスショット、あれ止まった。サービスショット、カメラ大好き。行ってみよう。ありがとうございます。レッツゴー。いやー、でも森の中をこうやって歩けるだなんて、とってでも贅沢ですね。これ乗ってるだけでもすごく気持ちがいいんですよね。気持ちいい。このままスルスルスルシュルシュル、ジャンプで OK です。降りれた。すごい、チップありがとね。すごい楽しかったよ。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。競技自体がその唯一馬と動物と一緒にできる競技なので、その私たちもいろんな馬によっていろんな乗り方も全部違ってくるので、自分一人ではできないことも馬と一緒だからできるので、その人馬一体じゃないですけど、一緒になって力が発揮できるっていうところがすごい面白いと思うので、たくさんの人に見てもらいたいです。馬術から人生を教わったんで、僕にとっては馬術っていうのは人生そのものです。本当ホームタウンで開催される国体で、そして本当に青年男子で僕が、そして青年女子で妻の篠が、そして少年で息子の大和がですね、本当全員3人で出れるチャンスっていうのは本当にないんで、そして今本当にね、全員が全日本チャンピオンにさせていただいて、本当に家族3人で優勝を狙える、本当にこれが優勝3人でしたら多分史上初めてのことだと思うので、そういう時に本当に素晴らしいお馬さんとこういうチャンスをいただいて、すごく本当にありがたいことだと感謝しておりますので、本当に全員で、家族全員で優勝してですね、本当に地元の皆様に、応援していただいた皆様に本当に感謝で恩返しできるようにやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。